どうもこんにちは。緊急で動画を回してます。って言っても全然緊急性はありません。ただ動画を回してるだけです。だいたい回してるってなんてだよ、フィルムカメラかよみたいなね。スマホのボタンを押しただけですけども、スシロー行ってきたよ。うわ、うまかった、美味しかったね。なんかすごく丁寧だしね、綺麗だったし、すごく良かったですね。なんかね、変ないたずらやめてほしいなと思いますよね。ほんとあれがあるだけでちょっとだけ行く気がなくなるじゃん。いや、そう思いません？なんかね、飲食業界の方薄いやらりで頑張ってらっしゃるんだから、すごく安い価格で提供してくれてるのにね、なんかそれがあだになるみたいなこと、ほんとねやめてほしいなと思いますよ。まあ私の10代の頃はつったらキリがないんですけども、寿司なんて高嶺の花でね、それこそ何ピョン吉の何ど根性帰りのピョン吉の寿司が出てくるとき、梅さんとかいうのね、いやいつになったら寿司食う身分になるのかなと思いながらあの漫画見たもんですけども、まあ今はね高校生でも友達同士で寿司に行けちゃうじゃないですか。今日の会計もなんか2000円ぐらいだったんですよ。いや本当にありがたいなと思うんですけども、だからこの安さにねあぐらかいちゃダメだなと思いますよね。本当にご苦労されて安くやってくれてるんで感謝していただきましょう。それじゃあいってらっしゃい。